邪魔猫のレストラン。ある日、ルーパくんにレストラン邪魔猫亭から招待状が届きました。ルーパくんは大喜び。レストラン邪魔猫亭オープン記念。ルーパくんをご招待します。明日のお昼に来てください。邪魔猫より。いらっしゃいませ、ルーパ様。お待ち申し上げておりました。どうぞ、こちらのお席です。迎えてくれたのは、蝶ネクタイをつけた猫のウェイター。お待たせいたしました。ドーン。でも、なんだかおかしいぞ。あれれ？それは私たちのお料理のようですよ。隣のお客が言いました。なんだ、青虫さんのお料理だったのか。しょりしょり、はみはみはみ。お待たせいたしました。ドーン。でも、なんだかおかしいぞ。おや？坊や、それは俺のだよ。反対側の席から声がかかりました。なんだ、蜂の巣は、クマさんのデザートだったの？むしゃむしゃ、ペロペロ、ベートベート。お待たせいたしました。ドーン。でも、なんだかおかしいぞ。おっと、そいつはあっしらがいただくごちそうでさ。今度はそのまた隣の席が大騒ぎ。うわぁ、アシカさんたち楽しそう。ひょいパクッ、ひょいパクッ。お待たせいたしました。ドーン。でもなんだかおかしいぞ。ありゃりゃ、それは僕たちのごちそうだよ。慌てて誰かが言いました。パンかと思ったらアリクイさんのアリ塚だったんだ。スースルスル、スースルスル。あ、またお料理が運ばれてきましたよ。でもウェイターはルーパくんの前を素通りしていきます。ルーパくんはお腹が空いて意地悪な気持ちになりました。なんだいあれは、泥水みたいなスープだな。よその人のお料理をあれこれ言うなんて。このスープには小さなごちそうがいっぱいなのよ。フラミンゴさんはギロリとルーパくんをにらみました。お腹がペコペコになった上に叱られて、ルーパくんはとうとう泣き出しました。こんなレストランやだよ。そこへやっと、お待たせいたしました、ルーパ様のスペシャルランチです。いただきます。どうぞごゆっくりお召し上がりください。スペシャルですからね。ルーパくんは大喜び。でもなんだか変。ルーパくん大丈夫？ごちそうさま。あとは僕のごちそうじゃないよ。あらら、そうですか。シェフとウェイターは残念そう。ルーパくん何を残したのかな。おしまい。どうだったかな。不思議なお店だったね。でも誰でも入れるし、どんな料理でも作ってくれるなんてすごいな。みんなはルーパくんが何を残したのかわかったかな。面白かったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンを押してね。それじゃまた別のお話で遊ぼうね。